皆さんこんにちは、サトボーです。今回はあのキャラを仲間にする方法を紹介していきたいと思います。ネタバレ要素が含みますので苦手な方はブラウザバックお願いします。僕が今回紹介するのはエーデルガルドの石炎の章です。石炎の章の10章ですね、エピソード10。ここで大きなルート分岐があって、条件を満たすと仲間になるといった形です。で、仲間になるユニットとは灰色の悪魔ベレとベレスです。これは待ち望んでる方も多いんじゃないでしょうか。早速やっていきましょう。で、ここなんですけど、ここに入る前に一つ絶対やっておかなきゃいけないことがあって、それがね、これですね。で、これ条件、獲得条件ちょっと忘れちゃったんですけど、これのね、共鳴魔法雷っていう作戦が、必ず必要です。なんで、これを必ず取ってください。というわけで、ここやっていきましょうか。はい、この戦闘での行動で物語が大きく変化します。ということでね、ルート分岐があるよってことを教えてくれてますね。よし、で、作戦なんですけど、この共鳴魔法雷、さっき教えたやつですね。これは必ず入れてください。これは必須です。まあ、あとは何でもいいんですけど、まあ、ユーリスを信じてユーリス説得入れて、まあ、あとは何でもいいですよ、本当に。まあ、適当に入れて、やっていきましょう。で、テンポ重視のために、カットとか早送りは対応します。よろしくお願いします。はい、というわけで、マテウス男爵を撃破せよというメインミッションがスタートしたんですけど、注意です。このミッションは無視してください。マテウス男爵は倒さないように気をつけましょう。惨めですけどね。モニカちゃんに罵られていますけど。はい、このミッションは無視してください。で、この後ですね、マテウス男爵の周囲の砦を制圧せよ。こっちをやってください。はい、ヒュー君の言う通りですね。で、降伏を目指しましょう。よし、というわけで、周りのね、砦を制圧できました。で、まあ、ここでね、これ必須じゃないんですけど、先にね、斧とか、馬に強いユニット、馬とか槍に強いユニットを、ランドルフの護衛につけとくと、またとスムーズに行けます。というわけで、次は北西ですね。北西に攻めていきましょう。はい。で、北西の砦を制圧せよなんですけど、まあ、これをやってる間に、さっきのね、雷の魔法の作戦が決行されようとするんで、うん、これだね、ヒュー君が言ってるの。魔導公平を守らなければなりません。このミッションは必ずやり遂げてください。これですね。このソードマスターを倒せばいいって感じかな。はい。すべての魔導公平を救援せよということで、助けに行きましょうか。よし、これで、窓護兵助けたんで、これであとは作戦結構待つだけですね。ダーン。で、そうだね。雷の作戦結構すると、アロイスが出てきてくれます。これ雷やんないとね、確かアロイスが、全然出てこないんだよね。遅れて出てくるみたいな感じなんで。なんだかんだしたらパラディンが来たんでね。はい。先に設置してたアイカちゃんので、倒していきましょう。ベレスがね、左に、西に来てくれる。これも一つのフラグですね。え、ユーリスも来ましたね。よーし、ランドルフたち、助けられました。よーし、ユーリス倒しました。さあ、橋が架かりましたね。で、東に攻めていきましょうって感じです。さすがに二方面から攻めかかられては厳しいか。ロドリグが危険か。戻った方が良さそうだね。そう、で、ベレスが戻ろうとするんですけど、さっき倒したね、マテウス男爵が、ここでね。はい、橋を壊して、
ベレスがね、なかなか戻れなくなります。分断されましたね。はい、そうですね。ベレスが来る前に、そう、大事なんだけど、ラルバはね、灰色の悪魔を倒せって言うんですけど、はい、サイドミッションでベレスを撃破させてるんですけど、これは、倒さないでください。ベレスの仲間にしたいなら倒しちゃダメです。まあ、簡単に言えば、ベレスに追いつく前に、アロイスと、ロドリグを倒すっていう形ですね。やべえ、ベレスがどんどん制圧してる。怖すぎる。出たー、やばすぎる。やばいやばいやばい、来てる来てる来てる、急げ急げ。あぶねー、いけたかな。よーし、まあロドリグさんはねちょっと死んじゃうんですけど、まあこれでベレスが来る前にロドリグを倒すことができました。どうか陛下を、ファーガスを。間に合わなかったか。はい、間に合わなかったかって言ってくれたら成功ですね。俺が敵の遊撃兵を片付けてる間に、でこれ間に合わないとベレスと戦うことになって、あとジェラルトさんともね戦うことになります。そっちのストーリーもね、なんか面白いっちゃ面白いんで、ぜひ両方とも見てもらえると嬉しいです。こうなっては帝国軍の勝利を、みんな勝ち時を上げなさい。はい、というわけでベレスが使用可能になりましたということで、仲間になったねクロームハートという専用クラスで仲間になりました。でちなみにね、アユリスと、はい、ジェラルトパッパも仲間になります。ジェラルトさん使えるのいいよね。ぜひ使ってみたいです。というわけでいかがだったでしょうか。今回はね、ストーリー部分は全部カットしました。まあ、ベレスとね、エガちゃんとか、生徒たちの掛け合いはね、まあ、生徒ではないか、この世界線では。掛け合いとかはね、ぜひ皆さん自分の目で見てみてください。というわけでこんな感じで風化無双の動画、上げていますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。